基盤になる、ベースになるようなものが形成された時代ということだと思います。ただそれが17世紀全般ということですが、17世紀後半というのは、合戦が起こらない、合戦はない、それから17世紀後半も18世紀19世紀 の全般後半に至るまでずっと平和な時代ですね。そうするとそういう中で武士たちは、それぞれの流派の剣術なり、それか武術というものを学ぶということが武士の務めとはなりましたけれども、やっぱり実戦経験というのはなくなってくるというところで、学びはするけど実践的な形での、どうなのかということがちょっと問題になるという形ですね。で、特に18世紀、つまり武蔵の時代から1世紀経ちますが、18世紀の後半ぐらいから特に、仮想の武士層というのがの中で、例えば剣術が典型的ですが、剣術の中でも実際に打ち合ってどうなのか、実は武蔵の時代とか宗則の時代っていうのは、刀というのでもちろん使うことは前提ですけれども、刀で稽古することはできないんで木刀で稽古する、それも一応その打ち方を決まった中でその流派独特のその教え、その技ですね、それを学んでいくという形で型というふうに言ってますが、その決まった攻め方のものというので教えていた。ちょっと話を戻しますが、日本の武士というのは大体10世紀ぐらいから出てきますね。でもちろんその前は国家の軍隊というので、その律令体制、中国の方真似をした形で公の軍隊です。ただそういうの、それが地方で、その要するに体制がちょっと地方の治安の乱れというところで、それぞれ武装化する形で武士が出てきます。10世紀頃には日本の刀ですね、今の刀の形ですが、反りがあって、そのしのぎがあり、その鍛錬、肩畑のものという形の、その日本式の刀というのも出てくるのもほぼ10世紀ぐらいです。で、中国だとその武器だけで言えば剣と刀というのは違いますね。で、日本のその刀というのはちょうど中間、それで中国で言うと剣は突く形ですね。そして両刃です。で、刀というのは片刃でその殴る形でありますが、日本の刀というのはちょうどそれの中間ぐらいの形、それで突くこともするし切ることもする、ないで切ることもできるという形でできる形です。で、その他の中国なんかと大きく違うのは、日本は異民族との戦争というのが基本的になかった形ですね。国内での内戦です。ですから、その時に武士同士の争いという形になってきます。それで日本の場合に武家政権というのは12世紀後半に成立します。それから12世紀後半に今までの その朝廷ですね、とその並んで幕府という形で出てきたその形です。そしてその時のその時代には弓とか馬であり騎馬ですね、馬に乗り、そして弓でそのいるというのは基本的な形です。で、武士というのは馬に乗った層だけですね。それ以外のその層っていうのは老頭下人という層は、その従者という形で位置づけられます。それで、その当時のその武士というのは、だから弓を使い馬に乗る、で、武士のことを弓矢のその習い、武士の生き方という独特な存在というのは弓矢の習いという形で言ったりする、その形があります。
まあ、そういうので、まあ、10世紀ぐらいにできてきたのが12世紀ぐらいの後半ですね、ま、末のところには幕府という、まあ、国家権力の中で武士政権というその言うべきものが出てきたというところです。ただ、まあ、この時代のその武術と現在のその武道とは明らかに変わっています。それで、まあ、その時代にその特に弓道ですね、弓道のそのやり方というのは、まあ、12世紀からそれからあと14世紀くらいですね、まあ、12世紀末にできた鎌倉幕府というのができますが、それが150年その経って、まあ、反乱によって潰されて、そして次に足利幕府と室町幕府ということになります。これは14世紀 の, 中央ですね。まだその時には日本の中でも南北朝って2つの大きな争いというのがある時代になります。まあ、そういうその時代にかけて武士としてのその、作法というのをその決めるというのが小笠原流という、それは弓道のその人ですが、を中心にしたその、まあ、源氏の一党なんですが、その人たちが、まあ、流派を作ったという形で、まあ、それが一番初めの日本の武術流派の始まりというその言い方のしていいところです。まあ、そうですから14世紀の後半ぐらいかという形ですね。